はい、どうもしこです。ジョンです。カジです。チェイカドです。今日の企画は、女子に思ってるけど絶対言えないこと前提。ありがとうございます。いや、レギュラー並び方で。もう、ついに4人になりましたけど。はい、はい、今日もね、世界ガンダムコラボということで。はい、お願いします。お願いします。ヒットメーカー。本音といえばガンダムですよね。うん、そうですね。俺、本音ってそうなんですよ。そうですよね。そうですよね。一回もないですもんね。全部本ですもんね。今本音で変わってます。本音だけでやってます。やらせてもらってます。お本音だ。本音中の本音出すよ。お願いします。はい、ということで、はい、僕ら我々男が、日頃女子に思ってるけど、うん、口に出しちゃちょっと言いづらいかなって、はいはい、なるほどなるほど。ね、20個早速じゃあ出していきましょう。ちょっといいですか。ますか。はい、絶対一発目ちゃうねんけど、あのデートの前に一回チソチソ触る。あの今日デートやなーっていう時に電話切る前に一回別にガッツリ触らんよ、はい、キンって一回触ったから自分のそれ何のためですか。いや、これいけるかなって今日俺いけるタイプがあんのかなっていう奮い立たせるために、ね、そうちょっとピョンってこれ俺だけ。いや多分本音とかっちゃう。意識はしてないかもしれないですけど、うん、多分触ってます。俺もあのワンニギしてます多分。もう一回やってる気がする。わかりますね。ちょっとあるよな、なんか。ただ絶対一発目じゃない。だし、そうね。言わん方がいいし。最後まで言わん方がいいし。墓場まで言わん方がいいし。バレんから。本音やな。はい。はい。以上。なんでそんな画像加工するん。ああ、もうね。思ってるな。それ全員が全員思ってるじゃん。全員思ってる。それは男は全員漏れなく思ってますよ。せんでほしい。まあね、ある程度はね、わかりますけども、しすぎてわからんくなってる人もおるから。だから昔で言うとプリキュア。プリキュアじゃねえや、あれなんだ。あれプリキュアくらいやろ。プリキュア、プリキュアとプリキュア間違える。おじいになってしまった。プリクラで多分加工してきたじゃないですか。その後に今はなんだ、その画像加工アプリ。はい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 。これから先もうどこまで行くのって思いますよ。うん、そうやな。画像加工しないで写真撮りたくない子もいっぱいおるし。いますいますいます。うん、確かにね。あれちょっとね、よくわからないっす、男には。やりすぎはよくないよな。うん、はいはい。あのその写真いるっていう。はい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 。あの料理とかして思い出ってパーって撮る、まあギリわかるわ。なんかちょっと旅館とかついて目の前のなんかタヌキパチャッと撮る。ああ、うん、いるって後で絶対見返さんやそんなみたいな。確かに確かに確かに。結構撮るやつおるやん、もうパン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 撮ってみたいな。確かに確かに。後で見返さん写真撮るのあると思って。確かにな。は結構思うことあるかな。それはありますね。タヌキ取る子は俺かばいたいですわ。かばいたい。タヌキの置物って必ずチソチソついてるの知ってます。は、なるほど。そう、名探偵。絶対ちゃうやろ。チソチソ取ってんの絶対ちゃうやろ。タヌキのやつはついてんのよ。いや知ってるけど、そこアッペしないと思うけどな。だから許してあげてほしい。その女性的なね。いや、むしろそこはアップで撮ってるやとしたら俺はいいでしょ。むしろ許してるわ。それはいるでしょ。一番いい。それは許してる。待ち受けしてほしい。なんなら、はいはい。なんでそいつのこと好きになんねん。うわー、かるー、かるー、わかるー。うわー、しかも出してもだな。出してもた。いやー、うん、ありますよね。あるある。うん、絵に描いたクズやろ。いや、そうそうそう、わかるー。男目線で言ったらほんまにしょうもないやつが結構モテるじゃないですか。モテる、モテる人おる。なんでなんお前らは。わかるー。まあなんかその自己中な人やから、逆に言ったらその相手がこっちはやっぱ気使い、普通の人は気を使ってないからこそグイグイ来られるから行ってまうみたいな、こう押しに弱いというかね、あったりとかあるんやろな。確かに確かに。これ男はわかるよね。絶対ダメじゃん、付き合っちゃその人と。って人と付き合う女性。いやー、そうなんや。あれは確かに謎やな。そんな、クズを悩まされるわってな。女性から見たらあるかもしれないからな。俺らも、俺ら男性側も。なんなぶりっ子の外面だけ女と付き合うのみたいな話でしょうね、多分。確かに。はい、めっちゃおもろい。
パイスラどんな気持ちだどんな気持ちしちゃダメやん外でどんな気持ちでパイスラを拝ませてくれてんのっていう話ですよ。いや、ありがたいですよね。ありがたいんですよ、ね、僕らはぜひやってほしいんですけど、はい、確かに気持ちは気になるな、うん、どんな気持ち肩掛けの方が安全だよってこれ不思議なんですよ、ね、気持ちだけ教えてくれたらいいねんな、うん、そう別にやっていいやっていい、うん、一回会った時にパイスラしてたら、うんうん、あのね、あのこれはこういう気持ちでパイスラしてお願いしますじゃあ行きましょうありがとうございます。一回だけ教えてもらって、一回教えてもらって、気持ちなの？言わないけどな。本題は言わないんですけど、本題一回教えてほしい。生産しないとその日乗り切れないから。ずっと頭にパイスラが壁というから、帰り際にあのじゃあねのパイスラーって言って帰る。間違えるかもしれない。残ってるから。残ってるから。ワークメモリー一個使ってますもんね。の結構でかいです。でかいでかいです。はいはい。以上。あのパンツラインはどういう気持ちっていう確かになあの、うん、俺が女性だったら絶対出したくない、うん、はいはいはい、うん、パンツラインはでもありがたいけどなありがたい、うん、全然見ますよ、うん、その大前提はね全然見させていただくんですけど、うんうんあれは出てると分かっててもうええっつって来てってるのかどういう気持ちなんかが本当に分からない。まあ本音やからその言わないけど一回本当教えてほしいな。一回だから一回事前にお会いした時にどういう気持ちでバズで出るのって話させてもらって生産してからその日デートしたよな。そうなんですよ。だからパンツラインとパイスラ来るとワークメモリー2個使ってしまうんであと1個しか出しかったその状態で戦えないから男はもうよだれ垂らしてあ、そうどういう気持ちかって話気持ちだけね教えてくれ別に何も別に大丈夫自由にさせて全然それだけ自由にしてくださいってそれはもうありがたいんでこちら側もっていうメモリ解放されるし教えてくれても膨らむんですけどねその後その後やってきますそれでそれはそれでワークメモリ増えるかもしれないしね増えますよはいはいあのイヤリングでかない？でかい。でかい子。でかい子おるよな。でかいっす。取れる。小さい子はええねんけど、何も思わないけど、ちょでかい子おるやん。ここでえ、その釣りのルアーですかぐらいでかい子おるやん。キャンドル準備でなとれてる。そうそうそう。コインって。耳よりでかいやつ。でかい子やっぱちょっと気になんねんな。気になりますね。おしゃれなんやろうけど、別に言わないよ。おしゃれなんやろうけど。ちょっと気になる。なんか変な気分になりますね。その素直に褒められないというか。はい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 。あの爪長ない？長い。長いよな。長いな女性。長いね。長い。爪長いね。でも男爪長いと嫌われるからな。ちょっとちゃうねんな。長いのあんま印象良くないっすね。俺もあんま好きじゃない。いやそれもそう。それは。あの。ヒール熱ない熱い熱くて高いあの小さい子ほど頑張って身長をね伸ばそうと思ってヒール厚めのやつをねやる子おるんですけどこれ小さい子はやっぱ小さいのを生かしてほしいんですよ。わかる。だから変に気取ってヒールとかあんま履かないでほしいんでめっちゃわかる。でこれ身長高い子がさらにちょっとかっこいいモデルみたいな感じでヒール履く子も同じしかりで割とそのままの身長の感じでやっぱ男は彼女よりも小さあの大きくいたいから多いですよね。でやっぱかっこつける系のこのヒール厚いっていうのはあんまりなるほどねあんまりやらないでほしいなっていう思うかな。女性の美の欲求でかいですね。いやほんますごい常にもう理想に近づきたい美しくなりたい。まあ加工もそうだろうし多分これヒールもそうだろうし男がそんなないですからね。そうね。よりかっこよくよりかっこよくなりたいみたいなところが。割とあの割のありのままでアイスからそのままでいてほしい。そう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 だよね。そういうことそういうこと。男のためめっちゃわかるな。あんま気取ってない子って可愛かったですよ。ああそっちはわかるですね。ナチュラルがいいね。ナチュラルに寄ってるがいいな。はいはい以上。あの。サングラスでかない。わかる。性能だけ。わかるわかる。あのな海とかね。そうそうそう。行く時にもうめちゃめちゃでかいやつつけてくるやつ俺。顔の半分サングラス。もう虫かみたいな。そう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 。ねえなるやつ俺。トンボかっていう。男はないじゃないですか。女の子はもうかけるじゃないですか。はい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 。でかないっすか。まああれあんまりその可愛いとか思わないもんね。思わないあれつけてて別に。アユとしか思わないですよ。かけてても。
確かに。それで、まあ、印象下がる、まあ、下がることもあるか。なんかちょっとなんかこう、嫌やもんね、自分の体がすごいどでかい、アユみたいな。悪いやつっぽい感じ、ね、そうそうそう、ちょっとやんちゃな感じ。不良のやつの横にいる女みたいな。地元一緒に行ったら、怖めの先輩出てくるタイプ。はいはいはい。ちょっと不安げも出るから。ちょっとね、まあ、ファッションでしょうけどね。まあファッションだから、あなたのためにかけてんじゃないのよって言われそうですけど、男はそんな好きじゃないかなってありますよね。確かに。はい、はい、一回と、散々ね、この3人言ってきたじゃないですか、はいはいはい、サングラスヒールとか、はいはいはい、でも結局自分が好きな服着てる時が一番だからそんな俺らのことなんか気にしないで、そう、自分のオシャレを着てそう、その好きなもん着て自信を持ってる時は多分一番素敵よね。まあそれはそう、それはそう、それはそう、女性として、うん、相手にどう思われるんだろうと思って選んだ服で、うんうんうん、いつもの自信が出ないんだったら好きなもん着方すればいいんだ。それはちゃうね、うん、らしくあれる方はそれはいい。そうそうそうです、うん、本当に好きならいいんですよ、うん、服なんて。確かにね、うん、無理して誇張せんでいいよっていう話であるかもしれない。そう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 、うん、はい、はい、見えてんの、ケツのプリプリっていうやつやんけどどういうことやねん。じゃあ前の、前歩いてる女性の、はい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 、ケツのプリプリ、はいはいはい、うん、あれ好きなんですよ。好き、俺も好きよ。え、これ何話してる。自分の好きなものを発表するかい。そう、あの言えないから、言えない、目の前の歩く女性には、そっけ、そのプリプリいいですねって言わないな、言えないですから、言わないな、そういうこと。あれいいよな。いや、そうなんですよ、うん、結局そのいろいろそのアクセサリーがどうとかでかいとか、うん、そのサングラスでかいとか言うてますけど、うん、前にケツのプリプリあったら、うん、許せる、許せる。でかいイヤリングやな。ヒールヒールだろうがね、全部盛り合わせてもケツプリプリやん。オッケーオッケー。じゃあええかっていう、じゃあええかってなるじゃないですか。やる。結局ケツのプリプリなのかもしれないな。結局ね、そうそうそう、女性は人生人生ね、人生人生はい、はいはいはい、あの、お腹のぷよぷよ。あー、え、どういうこと。女の子めっちゃ嫌がりますやん、はいはいはい、いや、ちょっと私お腹触らないでぷよぷよやからって、うん、めっちゃ好きやからって。なるほど、俺はぷよぷよしてる君も、それを照れてる君も、はい、うん、いや、でも割とほんと好きやもんね。割とほんと好きっすね。雪見大福女子が好きなんで、はいはい、いや、わかるよ、めちゃめちゃわかります。僕もそっち系が好きなんで、はいはい、あの、二の腕のハニュハニュ。結局その、企業とか好きやからね。二の腕がこの、わーなんてハニューハニューして、ハニューしてたから、ハニューハニューって恥ずかしがってるけど、結局男は好きやから、はい、うん、ここの肉取れないのって言ってる時もう可愛い可愛いってなってますからね。めちゃめちゃ可愛いからね、思って以上にハニューハニュー言わないけどな。ハニューハニュー好きやな。好きだよ。はいはいはい、大丈夫。あの、唇のぷくり、あー、なるほどね。もう好き、俺唇熱い子。ああ、うん、なるほどね。うん、はいはいはい、確かに。うん、うん、熱い子いいよな。熱い子ってなんか多分本能的に来ません。確かに確かに。多分男っていう部分、唇やもんな。唇やから、うん、しかも唇異常に信奉してるよな。唇は大切みたいな。信奉、信奉党やから。信奉党、唇信奉党は入ったんやもん。入ってるから。入ってないや。最近なんかよく唇っていうなと思ったら、うん、唇はぷくりとしてていい。確かにね。薄もいいから唇は。それはそれでね。はい、はい、はい、まあ、男の本音っていうか、僕がもうずっと思ってることなんですけど、うん、あの、本質を捉えて生きていこうねっていう。おー、どういうこと。社長、社長のような講義やん。違う違う、あの、はいはいはい、恋愛相談とか、はいはい、それに後輩から受けたりしたんですけど、はいはいはい、のなんか悪い男に騙されたみたいな、顔だけで選んでたりするんですよ。はい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 、そんな表面だけで選ばないよと、はいはいはい、その人の中にあるもの、はいはい、それをちゃんとしっかりと見つけて、はい、やっていかないと恋愛なんかうまくいきませんよって。そうなんですよ、本当に思ってしまって。そうなんですよ。それを伝えたい皆さんに、はい、今なるほど、ね、ここから本質を捉えていきます、ね。まあ小さな一歩かもしれへんけど、うん、ここから大きな一歩になっていくかもしれへんしな。俺ら連れてかなんと。それはそうですよ。うん、僕らのチャンネルちゃんとちょっとこの後大変上げづらいですけど、はい、はい、なんすか。ちゃんと内面見てくれるっていう。あー、まあ、さっきの流れからな。そうそうそう、あの、大人になっていくにつれてなんでしょうね。うん、やっぱあのファンコミの中でも言ってたんですけど、うん、最初やっぱ見た目がいい人が好きだったとか、うん、足が速い人が好きだったけど、うん、やっぱいろんな失敗を経てね、うん、顔じゃないと、うん、内面だって心から言う女の人がたくさんいるから、うん、
素晴らしいなと。なるほど、それを伝えたかったよ。そうそうそう。あの、いますよ、男にはやっぱどうしても見た目がいいとか、なるほどね、若い女がいいとかいう男の人どうしてもいるけど、女性はね、多い、内面でちゃんと選んでる人が。はいはい、あの、毎日の努力量えぐないっていう。俺、髪長くなってからどんどん気づいたんですよ。髪は乾かすの大変やし、ヘアオイル塗るし、はいはい、化粧とかな、化粧も毎日して、化粧落として、いや、ほんまそうやな。え、だって一日に絶対化粧して髪の毛いろいろやって、で、外出るわけでしょ。男よりもよっぽど大変やもん、生きてるだけで。大変ですよ。すごいな。ましてや服もたくさんある中から選んで、努力量が違うんすよ、男と女は。それを毎日、何も言わずに頑張ってるのはえぐないっていう。確かに、もう存在だけでありがたいもんな。そうっすよ。いいっすか。はい。あの、いつもありがとうっていう。やっぱ結局ね、あのね、本音言わないけど、もう俺会った瞬間に言いたいもんな。そうっすよ。会った瞬間にいつもありがとうなって。俺の隣にいてくれてありがとう、この世に生まれてくれてありがとう、いろんなありがとうを言いたい。僕もあの、生まれてきてくれてありがとう。マジで、たまたま。やっぱりそうなんですよ、同じタイミングで。うわ、僕出会う前から言いたいですもん、その子に。本当はな、言えないけど、本音やから言えないけど。確かにな。俺なんか偶然、はいはいはい、Always thank you、 Always thank you って書いてましたわ。話聞いてるうちに、いつの間に Always thank you、 Always thank you って書いてましたわ。え、外人、外人さん、俺かこれ書いてる。Always thank you、 俺できてるやん。なんか俺の心のジョンたる部分が色濃く出てたんや。さっきのいつもの努力量エグないを消したと思ったら、多分残りがこうなってたっていう。なるほどね。じゃあ僕もなんですけど、オチのない話すなとか言ってたじゃないですか。カムサムニだ、ハートまでついてる。ちゃんと感情濃い。カムサムニさんかいだった。びっくりしちゃったんですけど、いつの間にか。結局感謝してるんや、結局な。いろいろ言うてたけど、女性って素晴らしいかもしれへんな。素晴らしいですね。これだけは覚えて帰ってほしいですね。他のは全部忘れてもらって、ありがとうという気持ちだけお持ち帰りください。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。え、こんなスッといく。